大インプバビロン大インプバビロンは、ヨハネの目視録のアレゴリー。大いなるバビロンとも言う。ハンス・ブルクマイヤー作の規範画。マルティン・ルターが1534年に翻訳した、新約聖書にて、大インプバビロンは、七つ首の獣に起乗する、女性として描写されている、大インプバビロン。マルティン・ルターが1534年に翻訳した、 新約聖書にて、ウィリアム・ブレイク作。EN、エケレジアナスティカ・カターリカにて。目視録によれば、悪魔の住むところであり、汚れた霊の喪窟である。女という因語で表されておりきらびやかな送信具を身につけ、手に金牌を持つが、その逆きは、官員による汚れに怪我されているという。 大インクは殉教者の血を流すが、神の裁きによって滅ぼされる。旧約聖書には、遊女やその、鳥持ち女を戒めたり、バビロン捕囚に関連して、バビロン王について書かれた記述が見られるが、これに加えて、当遊女に例える記述もあり、それらに影響され引用したものだとする説がある。ネロこれが過去に起こったものとする立場では、堕落しきった女として暗夜されているものの正体は、 ローマ帝国であり、彼女が乗る七つの首の獣は、ローマ帝国の七つの丘を示しているとされる。ここでいうローマ帝国は古代ローマであり、キリスト教への迫害が強かったとされる時期のローマを指している。この時期には、カリグラ、ネロといった暴君の存在によりローマの大敗が指摘される時期でもある。特にネロ帝により、ローマ大化にこつけて、 キリスト教徒が迫害された挙句、初代ローマ教皇、ペトロが逆さ十字架にかけられ、殉教にたらしめたために、このような暗誘で示されることとなった。ユダヤ庶民の俗信によれば、アンチクリストはネロ、もしくはネロの姿で現れるという。現在進行形の予言とし、継承を鳴らす立場である。宗教改革者は、大インプバビロンは、ローマカトリックであり、 教皇は反キリストであるとした。教会組織や祭祀が発展していく過程で、祭祀や監修に古代バビロニア由来の異教的要素が数多く取り込まれることとなり、教会自身が破滅を導くバビロンの悪臭を引き継ぐものに落ちているとした。これが未来についての予言とする立場もある。ディスペンセーション主義の高木慶太は、ローマカトリック、リベラルプロテスタント、 世の偶像崇拝の宗教の混合したエキメニズムが大陰譜であるとした。十四から九、オーバビロンは、倒れた、倒れた。激しいミイりを引き起こす。その不貧困の武道酒を、世界のすべての国々の民に飲ませたものハットド,ドレイン。ジョン、リベレーション、ザ・アポカリプス・オブ・ストリート。ジョン、パルグレーブ・マクミラン。P53、ISBN9780312225131。 物見の党物見の党聖書冊子協会、1991年12月1日号、11ページ。ずっと見張っていなさい。物見の党聖書冊子協会、2004年、12ページ。刑事の書、その壮大な最高潮は近い。物見の党聖書冊子協会、2006年版、244ページ。刑事の書。 その壮大な最高潮は近い。ものみの統制書冊子協会、2006年版、256ページ ?and the woman was laid, in purple and scarlet color, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her handful of abominations, and filsiness of her for 中良しょん and upon her for ヘッド was, a name written, mystery, バビロンザグレート、ザマザオブハーラッツア,ンドアボミネーションズオブザアース。ありがとうございます。